動きだ。ラウラ、先を読んでも瞬時に返されてしまうな。霞の力があってこそよ。あなただって光の奥の手使ってないじゃない。使ったとしたら、その時はこちらも一の太刀を出させてもらう。アデル様、食事の支度が整いました。もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。あら、訓練はもうおしまい？残念、参加したかったわ。遅かったわね。一人？皇帝陛下は何かと多忙なの。もともと私一人で行動することも多いし。ドライバーとブレイドは一心同体、それが本来の姿よ。出ないと力は出せないわ。言葉で言うほど簡単ではないさ。私もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしてもブレイドの行動を抑制する霞の力、修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな、アデル様と光様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろ？そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって。どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メスの狙いが分かりました。オートです。あ、本当か？はい、間違いありません。君は？私はファンレ・ノルン、アーケディア法王庁の使者です。法王庁の？あなたがレックス様ですね。マルベーニ陛下が面会を希望されています。来てくださいますね？それってどういう、なんで法王様が俺なんかと？法王庁ではアルスト全てのドライバーとブレイドを管理しています。そしてあなたは天の聖杯のドライバー。その力、取り込みたいということか？そうではありません。聖火は同じ天の聖杯のドライバーとしてレックス様とお会いしたいと、ただそれだけです。同じって、まさか？そうです、聖火はメツのドライバーです。そしてレックス様、あなたは今探検を所持していますね。なんで探検のことを？わかります。
私には。聖火はその探検の本来の持ち主でもあります。つまり法王様がコールじいさんのドライバーってこと？はい。まさか、だってじいさんは現法王はアーケディア人だ。ありえん話ではない。アーケディア人は長命ですからね。そうか、だからあの時コールさんは探検の持ち主が世界中へ行く方法を知ってるって言ったのか。いかがですか、マルベーニ聖火への越権はあなたにとっても悪い話ではないはずです。ちょっと待って。怪しいよレックス、話ができすぎてる。光はどう思う？気づいてたんだろ、コールさんに会った時から。ええ、まさか法王様になっているとは思わなかったけど。会いたい。聞きたいことは山ほどあるわ。私が眠りについた後、何が起きたのか、そしてなぜあなたが今ここにいるのか。わかった、俺も会いたい。いや、会わなきゃいけないと思うんだ。かすみ、光様、どうされたんですか、こんな時間に。今の季節、雲海の夜は冷えます。風を召されますよ。私はブレイド、風邪はひかないわ。そうでしたね、失礼いたしました。かすみ、覚えていないのね。お、なぜ私のことをかすみと。私はファンレ・ノルン、マルベーニ聖火のブレイドです。そう、マルベーニの。ごめんなさい、忘れて。知っている人によく似てたからつい。確かにここは寒いわね。ご忠告に従って部屋に戻るわ。はい、おやすみなさい光様。おやすみファン。光ちゃん、あのコアクリスタルの形。わかってる、ただ同調しただけじゃない。私たちやレックスとも違う。聞くことがさらに一つ増えたわね。ごめん、ちょっと考え事したいから代わって。うん、わかった。できたのか。ああ、ブレイドたちの声がここにある。来いよ、義経が面白いもん見つけてきたぜ。わかった。見ろよこいつを。テンペランティア、そこでスペルビアが大規模な発掘作業をしてるってって噂があったので行ってみたらね。かなり変わってはいるが、この形ユーディキウムのアルス兵器だな。ユーディキウム、それって確か。ああ、500年前俺と光が沈めた国だ。そしてマンイーター発祥の地。マンイーターの。どうする、我々の脅威となるなら排除するが、他の使い方もある。あ、くそ、やってらんねえ。お帰りなさい。ずいぶんと荒れてますね。まさか。そっちの守備は問題ない、ちゃんと持って帰ってきたぜ。それはよかった。で、荒れている原因は。というわけだ。情けない話だが、逃げ帰るしかなかった。
エーテル場を乱されたわけじゃないんですよね。アーケディアの女ブレイドか。シン、あれは霞だ。間違いない。シン、サタヒコ、マルサネスの調整は？おう、それなら大丈夫だ。予定より少し遅れているが、なんとかする。義経、天の聖杯の位置は？リベラリタス島諸軍の近く、船か何かで移動中ですね。行き先はアーケディアだな。どちらへ？テンペランティアだ。時間を稼ぎたい。天の聖杯はいいの？あの男と結託でもされたら。それはねえな。光はそんなんじゃねえ。むしろ俺たちを導いてくれるさ。閉ざされた世界樹への道は天の聖杯にしか開けん。メツ、紹介から受け取ったものの調整もある。お前たちはサタヒコを手伝ってやってくれ。テンペランティアには俺一人で行く。構わんが。わかりました。お気をつけて。あいつ。